2022年11月、令和4年度国際カンカンに付随して、日本が議長国を担当する第18回 WPNS、ウェスタンパシフィックネイビーシンポジウムが、横浜で開催。そこに、タイゲイ潜水艦の異常なデカさに、横浜が騒然。今回は、この令和4年国際カンカン式の実態に迫って聞きます。やはり、タイゲイ、潜水艦の大きさは別格ですね。次期潜水艦は、もっとでかくなるんですよね。これは、日本の最強の矛になるんでは、ないのかな。2022年11月6日、今年で、ちょうど、創設から70周年を迎えた海上自衛隊を記念する行事として、相模湾を舞台とした令和4年度国際カンカン式が行われるが、新型コロナウイルス対策等もあり、残念ながら、無観客での開催となることで予定されている。海上自衛隊側では、今回の令和4年度国際カンカン式を部任で行うと決めた理由として、他にも、日本の安全保障環境の厳しさを挙げており、このところ、かつてない頻度でのミサイル発射を続ける、彼の国の現状も一因とみられる。ただし、令和4年度国際カンカン式に関しては、こうした現状を踏まえつつ、海上自衛隊側は、YouTube 上にて、当日は、ライブ配信による動画の公開を行う予定であると告知しており、参加各国の艦艇が集った様子も視聴が可能となる。今回の令和4年度国際カンカン式では、これに付随しての多くの関連行事も予定されており、まずは他国間での共同訓練が11月6日から7日の2日間にわたって関東の沖合の南方海域で、捜索、および、救難訓練を実施することとなっている。そして、続く11月7日から8日の2日間にわたっては、横浜ロイヤルパークホテルを舞台とした会場において、第18回 WPNS、ウェスタンパシフィックネイビーシンポジウムの開催が予定されており、参加する関係各国と海上自衛隊の関係者が、交流を深めることになる。WPNS、ウェスタンパシフィックネイビーシンポジウムとは、日本語では、西太平洋海軍シンポジウムと訳されており、今回議長国として、開催を担う日本以下、アメリカ、韓国、オーストラリア、中国等が名を連ねている。これ以外にも、カナダ、フランス、インドネシア、ニュージーランド、フィリピン、ベトナム、ペルー等の環太平洋周辺国27カ国が加盟国であり、オブザーバーには、イギリスやインドなど、さらに6カ国が招かれている。第18回 WPNS、ウェスタンパシフィックネイビーシンポジウムでは、こうした参加各国の海軍の参謀長クラスの幹部が集い、対面での意見交換を介して、信頼関係の醸成と、相互の理解を進行することが、目的に掲げられている。ここまで述べてきた、令和4年度国際カンカン式及び、これに付随する関連行事は、参加各国の代表者が集う公的な行事であるが、一般人向けにも開放される催しが、同時並行的に、いくつかの場所において行われることも予定されている。それらを時系列的に見ていくと、まず、10月29日と30日に横須賀、及び、木更津、そして11月3日と5日に、船橋、11月3日から5日にかけて、横浜、11月12日と13日に、東京のクルーズターミナルにおいて、一部の艦艇の一般への公開が行われる。これらの一部の艦艇の一般への公開は、令和4年度国際カンカンの開催に伴う、フリートウィークと称されて実施されるものであり、その11月3日から、5日にかけての期間、横浜の横浜ハンマーヘッドには、海上自衛隊のタイゲイも姿を現した。
タイゲイは、海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である、タイゲイ型の一番艦であり、今年2022年の3月に、就役を果たしたばかりの艦艇で、文字通りに、日本の防衛を海中から、支える防衛計画の対抗の定めた潜水艦22隻体制を完成させた存在だ。タイゲイは、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの規模を持ち、この艦隊は、通常動力型潜水艦としては、世界でも最大クラスの大きさであり、現状では、その頂点だと言っても過言ではないだろう。タイゲイ型潜水艦は、毎級である、そう、流型を基本的に踏襲して設計された潜水艦であり、その機関部も、そう、流型の最終の2隻、11番艦の、桜竜や12番艦、東竜と同じく、ディーゼル機関とリチウムイオン電池とモーターで構成されている。ただし、そう、流型は、1番艦の、桜竜から10番艦の、昇竜までは、ディーゼル機関と鉛製の、電池とモーター、そして、スターリング機関まで搭載するハイブリッド艦であり、機関構成としては、かなり複雑であった。それを、11番艦の、桜竜、12番艦、東竜では、電池を、鉛製から、リチウムイオン製に変更したことで、スターリング機関を廃止しても、遜色のない水中での航行能力を獲得したとされており、タイゲイ型でも、それが継続された。しかし、そう、流型の後期の2隻が、仕様変更によって、リチウムイオン電池を搭載する形となったことに比して、タイゲイ型では、設計の段階から、それを搭載することを前提としたものであるため、さらに、電池の搭載のスペース等の確保が進められたと召されている。実際に潜水艦を扱う乗組員側から見ても、ディーゼル機関と鉛製電池とスターリング機関の3つの動力源を同時に管理しつつ、艦を運用することは難易度が高い作業だったと言われており、リチウムイオン電池の採用は運用負荷の低減にもつながったと言えそうだ。タイゲイをはじめとする海上自衛隊のこれらの潜水艦が搭載するリチウムイオン電池は、鉛製の電池に比べて、優位性が高いことは明らかだったものの、これまでは、軍事用に用いるには発火しやすいという、大きなウィークポイントを抱えていた。これを解消できたのは、日本の GSU 浅社による、安全性を確保した、リチウムイオン電池の開発によるところと、潜水艦自体の設計を担当している三菱重工業者のこれまでの潜水艦の建造経験に基づくたるまぬ努力が実を結んだ結果と言われている。今の2022年現在でもリチウムイオン電池を量産された通常動力型潜水艦に搭載しているのは日本の海上自衛隊のみであり、韓国がトサンアンホンジュ潜水艦のバッチ2と呼ばれる形式で今後は追従してくる可能性が指摘されてはいる。ちなみに、韓国のトサンアンホンジュ潜水艦は、さらに、バッチ3では、原子力推進を機関部に採用したと、意図帰求していることも伝えられており、以前、韓国が原子力潜水艦を保有するということは、キーに感じられていたが、昨今は、風向きが変わった感もある。それは、昨年2021年9月に、オーストラリアが、これまでの国を挙げての原子力規制を見直し、アメリカもしくは、イギリスからの攻撃型原子力潜水艦の調達を打ち出したことでも、変化の兆しを見せ始めていたが、今は、北朝鮮の動きが、拍車をかけそうだ。2022年11月に、北朝鮮は、アメリカと韓国の合同軍事演習の開催に際して、過去でも類を見ないほどの
1日で20発以上のミサイルを発射するという威嚇行動を見せており、こうした事態が先鋭化したことで、韓国内には核武装論さえも高まりを見せている。さて、令和4年度国際カンカンの開催に伴うフリートウィークと、大芸に話を戻せば、輸送艦の国崎や護衛艦のアタゴといった艦艇には、一般人でも乗艦するスペースが設けられているが、大芸ではさすがにそれはない。同じく、最新鋭の藻場美型護衛艦、も、神にも、今回の催しでは、一般人への開放は行われておらず、不当に接岸された状態で外観を見ることしかできないが、さすがに、こうした最新鋭艦の中まで公開することは期待してはならないのだろう。大芸型は、すでに、2番艦の枠芸が、2021年10月、3番艦の陣芸が、2022年10月に、進水を終えており、現在9隻が就役中の前々級の親潮型を随時更新していくと見られるが、まだ最終的な建造数は決まっていない。1二式地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載型の配備前に、それまでの間を埋める存在として、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も取り沙汰される中、潜水艦へのこれらの兵装の装備も、現実味を増してきている。